戦争は変わった。一つの時代が終わり、俺たちの戦争は終わった。例のマンハッタンの事件以来、他国への軍事介入が緩和され、傭兵派遣会社の台頭が始まった。今や世界の軍備は傭兵派遣事業を含む軍事請負企業 PMC に大きく依存している。もはや PMC は世界にとって脅威となりつつある。アメリカは世界に武力を輸出しすぎた。付けが回ってきたんだ。その全兵力の光景は米軍にも匹敵する勢いだ。我々の調査によれば、最大手の PMC5 社がダミー会社を通じてたった一社のマザーカンパニーによって運営されていることが分かった。そのマザーカンパニーがアウターヘブン。戦士が唯一生の充足を得られる世界。戦争は変わった。国家や思想のためではない、利益や民族のためでもない。金で雇われた傭兵部隊と作られた無人兵器が果てしない代理戦争を繰り返す。命を消費する戦争は合理的な痛みのないビジネスへと変貌した。戦争は変わった。ID 登録された兵士たちは ID 登録された武器を持ち、 ID 登録された兵器を使う。体内のナノマシンが彼らの能力を助長し管理する。遺伝子の制御、情報の制御、感情の制御、戦場の制御、全ては監視され、統制されている。戦争は変わった。時代は抑止から制御へと移行し、大量破壊兵器によるカタストロフは回避された。そして戦場の制御、歴史のコントロールをも可能にした。戦争は変わった。戦場が制御管理された時、戦争は普遍のものとなった。戦果をさらに拡大し、かつてビッグボスが唱えていた理想郷を実現させるつもりなのだ。運命という束縛から解放される。兄弟、俺たちは自由だ。PMC がそこまで軍備を整えるのを見逃していたのか。PMC や軍には完璧な管理制御システムが導入されている。兵士の体内にナノマシンがある限り、彼らはクライアントに銃口を向けることさえ許されない。ダコン、死者が目を覚ますぞ。スネーク、急いでくれ。懐かしい顔がお待ちだ。スネーク大佐。その呼び方はよしてくれ。奴の居場所が分かった。中東だ。詳
詳しくは道中で話そう。今奴を止めなければもう後はない。ああ。リキッドが動き出した。リキッドはその強大な軍隊を率いて武装蜂起の準備を進めている。ナオミ、教えてくれ。この体はいつまで持つ？体内のあらゆる場所で老化が始まっている。常人ならもう立ち上がることもできないはず。もってあと半年。それがあなたの命。